イダ・ヘンデルは、ポーランド・ヘイム出身のイギリスのクラシック音楽のバイオリニスト。幼児期より天才と称せられ、5歳にしてすでに、チャイコフスキーやメンデルスゾーンなどをものにしたと言われる。公式デビューは1935年である。ワルシャワ音楽院に学んだ後、ベルリンで、カール・フレッシュに、またパリで、ジョルジュ・エネスコにも支持した。第二次世界大戦中は、 他の多くのユダヤ系バイオリニストと同じく英軍、米軍のために異文演奏を行った。鋭いテクニックとニュアンスに富んだ音色が特徴的だが、気品によりは感情表出の激しさによって女性バイオリニストの中でも一等地を抜いた伝説の存在であった。影響を受けた芸術家として同郷の先輩バイオリニストのブロニスワフ・フーベルマンや指揮者、 ラファエル・クーベリックへの系統を語っている。1980年代の実質的な活動停止や、録音嫌い、長年にわたって人年齢を伏せてきたことから、マルツィア・ヌブーと同世代の伝説の女性バイオリニストと言われ、続けてきた。当時は、天才少女を売り出すため青年の偽装が、大ピラに行われており、1928年、生まれ出で,ではない説が有力である。 ウラジミール・アシュケナージとの共演による CD 制作によって見事な復活を果たし、1998年には指揮者サイモン・ラトルと2004年にはピアニスト・フー・ツンと共に来日も果たした。没年にはカナダ在住であった。ヘンデルはヨーロッパ大陸の出身者にもかかわらず、イギリス音楽にも深い関心と理解を示し、 エルガーやブリテンの競争曲を積極的に演奏、録音したほか、ウォルトンのバイオリン競争曲の録音は、この作品の模範的演奏の一つに数えられている。英国楽団への功労が認められ、1991年には CBE を受訓した。演奏に専念するため入門志願者を断ることでも有名だったが、例外的に米独の根欠バイオリニスト、デイビッド・ギャレットを世に送った。 しかし、ヘンデル自身は、私は彼のファンであって、師匠ではないと主張している。90歳を過ぎても来日公演を続けた。楽器はストラディバリウスを使用。ありがとうございます。